千古の血を引く雷神の眷属八重巫女、尊き鳴神大社の宮司として威厳に満ちた存在だ。同時に八重堂の編集長であり、あらゆる祭典にも力を入れている。完治に長け、つかみどころのない彼女に対し、人々はどう接すべきか戸惑うようだ。だが彼女の顔をほころばせるのは賛辞ではない。言葉を飾ることなくこう伝えればいい。面白いことが起きたと。やっとわらわのことを思い出したか。八重巫女にしてみれば、雑把を駆除するようなくだらぬ物事などこれに任せれば済むこと。興味のあるものと相対した時のみ、天子の票をもってして来廷を下せばいい。幸運にもそれを目にした者は灰となって跡形もなく消え去ることになる。生きてきた年月と経験から鑑みて、八重巫女が博識なのは疑いようもない事実だ。しかし彼女の方言を鵜呑みにしてはならない。八重巫女が添付素材を合成するとき、同じ地域の異なる添付素材をランダムで1個獲得できる。追加獲得素材は消費素材と同ランクになる。八重巫女の通常攻撃は最大3段の連続攻撃によって雷ダメージを与える。銃撃では一定のスタミナを消費し、短い詠唱後に雷範囲ダメージを与える。元素スキルでは素早く移動し、殺生王を一株残す。殺生王が存在する間、一定間隔で周囲の敵一体に落雷を見舞い、雷ダメージを与える。殺生王は3回分ストックでき、同時に最大3株まで存在できる。また近くに他の殺生王が存在すると怪異が上がり、ダメージがアップする。創造時初期状態の怪異は1で、最大で怪異3まで上げることが可能だ。素早く立ち回り、殺生王の布陣を敷いて怪異を上げる。敵に悟られることなく窮地に追いやることができるだろう。宮司が祝詞を唱え終えた瞬間、雷帝はそこに現れる。天賦啓蟄の祝詞解放法、八重巫女自身の元素熟知に応じて殺生王のダメージがアップする。神道の権限。元素爆発では落雷によって雷範囲ダメージを与える。発動時、八重巫女は周囲の殺生王を解放し破壊することで、天子雷帝を下して雷範囲ダメージを与える。この方法で破壊された殺生王を一株につき、天子雷帝を一つ落とすことが可能だ。天賦ヒモロギの御影解放後、雷日報天子権限によって殺生王を一株破壊するごとに元素スキルのクールタイムを1回分リセットする。八重巫女の美麗な外見に惑わされ、穏やかな心優しき人物だと思ってはならない。戦闘中、八重巫女は容赦なく殺生王を召喚し、敵を身体極まる状況へと追い込む。ダメージを与えると同時に味方が攻撃に転ずる機会を作ることが可能だ。元素エネルギーが溜まったら、機を見計らい元素爆発で周囲の殺生王を解放し、天子雷帝で厄介な者どもを一掃するといい。言葉を紡ぐのなら、俺よりも八重堂の作家たちの方がはるかに優れているだろう。俺は時折史実を語るが、八重堂の娯楽小説は編集長の指導のもと、空想の物語を数多と語っている。しかし幾千年もすれば、娯楽として読まれる本も後世の考古学者にとって貴重な歴史資料となり、厳粛な研究がされることだろう。その時、真実を描く物語はむしろ奇抜な怪談として読まれるのだ。そして最後に残るは、陽子の死傷と忘れ去られた者の無力なため息だけとなる。